さ、ここのチャプターは、ああそこか、マーカスだ。そう、マーカスが、警察に撃たれました。そして廃棄処分されたってとこだね。確か1周目の時はレオに仕立て上げられて、その警察に撃たれたけど、今回に限ってはしっかりレオにその危害を加えて撃たれてるから文句の言いようもねえんだよな。はい。で、マーカスの体もいろいろパーツがぶっ壊れちゃうんですよ。はい、ぶっ壊れちゃう。シリウムポンプもない。で、足がね、どっちも今壊れてると。で、パーツをこのゴミから、ゴミって、まあゴミって言うのなんかあれだけどね、アンドロイドの残骸たちからもらっていくっていう、そういうチャプターであるんだけど、選択肢がね、ないんだよね、このチャプター。うん。だから、パーツ集めとかに関しては、ほぼカットでいいかなと。はい。気になる方は、一周目を見てください。これ、使います。じゃあ、カットします。あれ、この人だったかな？このチャプターで唯一できる選択肢。この人のシリウムポンプが確か互換性あるんだよ。これだ。だけど、それは持ってっちゃダメーって言われちゃうんだよね。うん。で、前やった、見逃したから、今回は殺します。はい。取り除くぞ！よこせ！うるるうーるうぃー。悪いね。君のその命、無駄にはしない！危ない危ない危ない。入れて、ぶち込んで、ぶち込んで。おーし、冷酷。冷酷なマーカスだよ。なんかごめん。はい。すべてのパーツを手に入れました、マーカスは。そして、このゴミ捨て場の坂を登り切って、ショーシャンクの空にポーズをして、はい。っていうことですね。マーカスは、誰に仕えるわけでもない、マーカスという存在になることをね、ここで決意したんですね。さあ、続けましょう。あら、ソフトウェアの異常を起こしてんな。で、はい、コナーちゃん。さてと、ここでアマンダなんだけども、ここでは、まあ、ここも同じく、分岐とかはないんだよね。うん。ああ、結構長いところか。ここまでか。あ、最終的に、ハンクが手がかりを得たっていう、選択？ああ。これ逆はさ、見つけないになっちゃってさ、その次にあったチャプターが消えちゃうんじゃない？
どうなんだろう。そんで、さ、まずはあれをやっとこっか。これ。うん。手相占いね。これは結局何なのか、まだよく分かってないんだよね。でも、本編の最後で、これをやることによって、コナーは、うん、自我を保つことができたと。サイバーライフを作った、あの、カムスキーさんが、その、最後に言ってたけど、非常口を作るだったかな？プログラムに。それが、あの手相占い？っていう解釈でいいのかな？あ、で、あった！はい、お墓。あれ？今回死んだっけ？一回。あ、死んだか、最初に。それが、お墓参り。はい。コナーマークワン。そうだね。うん。一番最初はね、死んだね。はい。これ毎回供養していこうか。はい。で、それ以外見るものも特にないかったかな、ここでは。まあ、特に何もなさそうだから、アマンダ行っちゃいましょう。で、今回は、アマンダからの信用を得続けるパターンでいきたいよね。こんにちは、アマンダ。コーナー。会いたかったわ。今回はアマンダの犬ですよ。よくやりましたね、コーナー。よくあの変異体を見つけてくれました。それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。だべ、あなたはとても優秀だわ、コーナー。めっちゃ褒めてくれんじゃんありがとうございます。 DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？おっと、変異体は変異の兆候でしたね、あれはね。はい、変異の兆候が見られました。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣。模倣。死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？機能不全って何？下ネタ？違うよね。機能不全言ってみようかな。機能不全を起こしているようです。はい、個人的な事情がプロとしての行動に影響を及ぼしており、捜査にも興味がない様子でした。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？もう淡々と、淡々といきますよ。無視する、無視する言ってみよう、無視する。彼のことは無視して捜査に集中します邪魔されず衝突を避けられさえすれば問題にはならないでしょう。冷てぇ。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが。万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。もうワンちゃん。急ぎなさい、時間がないわ。うん、今回どうなっていくんだろうな。はい、そして、警察署のねシーンに移動しまして、とりあえず中に入るまではいいよね。うん。ちなみに、あ、どうしよう、不安だわ。別の受付に向かう。あ、こっちはダメってことね。大丈夫、ほら落ち着いて証言するだけだ。こっちは、あれ、許可がなければお通しすることはできません。うん、すげえ丁寧に言われた。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ、接続。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。でだよ、ここでさ、トットあれ、トット、あ、やってくるよね、ちゃんとね。うん、見てるもんね。やってくるはずだから、ちょっと当選簿してやろうぜ。
来いよ、トット。来いよ、来るんだろ、分かってんだよ。来んだろ、トット。来んだろうよ。くそ。でも、通しちゃうんだろうな。来るだろ、来るだろ、来るだろ、来るだろ。あれ？あれ？トット来ない？あれ？このパターン来ない？もしかして。え、マジで？一周目の時のルートじゃないと、トット来ねえのかな？そういうことなのかな？あ、痛い。よし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 、来い、この野郎。おっしゃ、抜かせないぞ。よし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 、オッケー。トットガード、トットガード、やめろ。抜かれる。おい、待って、話がある。やめろ。あの子たちにつきまとうんじゃない。俺がつきまとってるけど、おい、トット、この野郎、無視すんじゃねえ、この野郎。ダメ、行かせない。よしよし、オッケー、完璧。バカ、あー、抜かれたー、くそー。何これ。そんでですよ、前回は、ハンクのデスクを重点的に調べてたんだけど、今回は、こっち？署内を探索する、こっちで行きたいんだよね。ハンクのデスクを見つけるまでは別に良くて、はい、ここね。で、そっからですよ。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。で、こっから待ちつつデスクを、見てるのか、それとも探索するのかだよね。こっからここでちょこんと座ってないで行こうぜ。探索しようぜ。よし。もしかして俺前回さ、探索って書いてるのにもうすぐにデスクを調べちゃったから進んじゃったのかな。じゃあ、あっち行ける？あっち行ってみよう。わ、なんかルール話してる。あ、なんだあそこ、ここなんすか。ちょっといいっすか、自分入ろう。勝手に入っちゃおう。おっと、尋問。始まった。ちょっと俺もあそこちょっと合流したいな、話聞きたいな。こっち入りたい。入ろう、勝手に入ろう。ダメ、くそー、ダメか。最新型でもダメか。お、トイレ。はい。うわー、未来のトイレの、はいはいはい、水が出るとこって染まってんだ。で、うん、来たはいいけど何もない。こっちは、おやおや、誰だ君。お、気づいた。何見てんだ。別に文句あんのか、アンドロイドの口調が。ずっと見続けたらどうなんだろう。無視かな。無視だね。そっちは、お、あ、あ、チミ、こんなところにいたのかね。ちょっとまだ情報が欲しいんだけど。僕は廃棄されるんだ。おっと、冷たくあしらおう。僕の任務は君を生きたまま捕まえること。その後のことは僕には関係ない。うわあ、
まだ話していないことがあるんだろう。うわ、ひどい。頼む、連れて行かれる前に教えてくれないか。お、え、彫像、彫像ロック解除かかってからこっち行きたいな。君の作った彫像、はい、あれは何なんだ。いやー、ここの情報が欲しいんだったら冷たくあしらっちゃいけなかったな。教えてくれてたのかな、なんか。まあでも教えてくれなさそうな感じもするよね。やーべえ、やーべえ、始まったぞ。止めて止めて。それじゃ意味がないじゃないか。連絡してくる。片付けておいてくれ。多分僕のせいです。あ、こっち側結構行けるとこ多いな。え、ね、ダメダメですか。他見てない場所、こっち行けなくて。あー、来ちゃった。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。あ、でもここで確かさ、まだできるよね。まあ話は前聞いたからいいや。いってらっしゃい。俺こっち行ってくるわ。よし、そっちの奥やらなんやら。こっちはあ、こいつ見ろよ。みんな大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。昨夜はお見事だったね。ほんと最高。はい、なんすかあんた。無視無視。お前みたいなのは初めてだ。型番は断る。断ってみようか。私には答える権限がありません。ご質問がある場合は警部にお尋ねください。おい、コーヒー持ってこいよ。はい、さっさとしろ。拒む。すみません、私はアンダーソン警部補の命令しか聞けません。へえ、そうかい。おっ、てめえ、この野郎。ハンクが邪魔してなけりゃ今頃てめえは間違いなくゴミ箱行きで。俺の邪魔はするな、分かったか。次は容赦しないぞ。そりゃこっちのセリフだ。この野郎、殴ってけよ。あとさ、あいつありえねえ。人工知能が執筆した初の書籍がつい先日発売開始となり、非常に大きな成功を収めているとのことです。人類は哺乳類羊の夢を見るかはベストセラーのトップに上り詰めました。加えて批評家たちは第一作らしからぬその深い思想と独創性を称賛しています。サイバーライフが設計した確実に変異してんじゃん、そいつ。 AI はソーシャルネットワークで話題のトピックを何ヶ月。次はハンクの様子を見ていいの。複合アルゴリズムで特にもうないかな。あ、もうお話終わったっぽいね。どうだったお話。あ、これは前読んだかな。見てないっけこれ。ロボット子育て三原則。はい。てかさ、この記事読んだっけさ、アリスのことにちょっと気づけたかもね。サイバーライフは子供型アンドロイドを販売開始した当初は家族を購入することに誰もが懐疑的だった。今や子供型アンドロイドはサイバーライフのベストセラー。マジで。それも当然カスタマイズが可能で LED もついておらず、空腹も感じず、育児費もかからず、新しい服を買う必要もなく、言うまでもなく、臭いおしめを捨てる必要もない。
ワンクリックで完璧な子供が手に入るのだ。ボタン一つであらゆるわがままをストップできる。キャリア重視のカップルや不妊に悩むカップルや子供が育って久しいカップルにはうってつけのストレスフリーの解決策だ。 37.3% の失業率を考えれば、毎年なんぼだ35万ドルで17年間続く支払いに比べたった7500ドルで子供が手に入り、反抗期や大学進学費用の心配もしなくていいとはまさに賢い投資だ。一生所有し続ける必要もない。うわ、心がない。だが社会学者のメアリー・ウォーラス氏は異議を唱え、ベビードゥームを加速させていると批判する。出生率の低迷はすでに深刻な状態です。このようなアンドロイドの登場でさらに子供を持つ家庭が 減ってしまうでしょう。なるほど。いや、これ読んだらアリス気づけたよね、やっぱりね。次は岩野夫首相の反発。ロシア首相が大統領の警告に回答、すべてのロシア兵を即刻北極圏から撤退させようというウォーレン大統領の要求に対し、ロシアのイワノフ首相が声明発表したと。メガホン外交と批判し、アメリカ武力一角こそ北極圏の安定を脅かす最大の要因であると述べた。はあ、ロシア政府はロシアの領有権に関する声明を発表し、イワノフ首相は他の全ての国同様にアメリカ合衆国も国連条約を守るべきであると述べた。緊張緩和の兆しは依然として見えない。ギスギスしてますね。いや、てか子供のアンドロイドの話ね、AI ってね、あのスピルバーグ監督の映画を思い出すよね。はい、おっと、話聞いてなかったからロックされてないね。建設的ってどんな感じになっちゃうんだろう。合理的な態度でいいですか。私が嫌いだったとしても協力し合わねばならないんです。だからお互い努力をしましょう。パートナーになったことですし仲良くしませんか。仲良くならねえな今回は本当に。デスク一切見たいからね俺。ポジティブに。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。ダメだ、何も答えてもない。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。いや本当辛いな今回はな。まあやるしかね、はい、でここね、ここでいろいろデータベースが見れるんだよね。うん、でまあ前見たのと変わんないのかな。うんうん、これみんなさジェリコに行ったのかな。うん、そうだよね。これノースかな。同じ型番のさアンドロイドって結構いるからさ、もうこれがノースかどうかも分かんないよね。うん、おう、これがマーカスね。カールは、息子と所有するアンドロイドが言い争っていたと証言。まあそうだね、アンドロイドはプロトタイプ。ほう、あ、そっかそっか、もらいもんなんだよね確かね。マーカスカムスキーからうん、カールに送られた。だから特別なアンドロイドなんだよね。ああ、現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。ああ、まあ生きてるんですけどもね。はい、そしてあ、カーラ、ああアンドロイドは数日前に修理から戻り、過去にも敵意の兆候が見られた。あの野郎、トットの野郎。ああ、トット今さっきそれを証言しに来たのか。うん、襲われた？え、今回は襲ってないじゃん別に。カーラがトットをさ、なんだあの野郎。 OK、 ファイルスキャン。243件も。
1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。やる気ないね、今回は。おっと攻撃的に訴えるか。今のこの状況が気に入らないのならあなたから上司に私には他のパートナーをあてがいと言えばいい。どうすればいいかくらい分かってる。余計な口出しはするな。俺のことはほっといてくれ。ったく言い過ぎす。脅す脅す。はい、あなたがこの事件の捜査を拒否していると私の上司に伝えさせてもらいます。ヒーカチュウェ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。もう絶対バッドエンド行くよ今回。まあバッドエンドもね、一つの面白いエンディングであるからね。まあ、そもそもバッドエンドなんかないしね。あれ結局ハンクは手がかりを得て終われるんだね。どうやったら得ないんだろうな。ちなみに全世界。ああ、やっぱそうだね。逆に得ない方法が知りたいわ。あ、尋問でアンドロイドを救った。で、そのアンドロイドが、そうだね、カルロスのアンドロイドと話す。で、自己破壊は絶対にするんだ。ああ、じゃあ やり直して、その、冷たい態度じゃなくて、安心させるようにしても破壊はするんだ。ああ、そうなんだ。であればまあ、仕方ないか。うん、このまま進めていきましょう。ここのチャプターは、あ、カーラの続きか。ここ知らないね。うん、知らない。この廃屋から目覚めて、逃げるのかな、どっかに。そのパターンは知らねえな。うん。はい。調べる。起きなさい、朝4。頭おかしいやつは何してんだ。とりあえず火を起こすなのね。はい。はい。やったことがないところはなんかワクワクするしドキドキするね。何が起きるんだろう。キッ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 。ね、これ。あれあれ、何週刊誌買ってるの、あの人。サイバーワールドライフ。ああ、これ前見たな。うんうん。見た見た。うん。カーナの情報ね。そんで、木ね。あれ、ラルフ、いるのかな、どっかに。うん。じゃあ、起きるのを待つ。待つ。ちょっと見てくるか。おい、いるのか。いない。ん？調べる。なんだ？あ、ラルフだ。お、アイムアライブ。え、金も書いてんの？アイムアライブって。まあ、前見たけどさ。ん？いる。え？え？鳥？
金？お金？お金？なんでお金？もらっとく？おーし、行こうぜ。ラッキーラッキー。その時計は？何？ラルフの？なんで？で？なんで鳥？うん。なぜ？うん。出る。え、よくわからん。なんだあいつ。あ、え、もしかして、あれがラルフなりの捧げ物ってこと？そういうこと？あ、古い。うん。そうだとしたら、やばいな。そんなことするんだ。あ、そうだ。一周目はね、ホテルの洗面台で外したけど、見た目を変える？ん？できない？今。上かな？上でやるのかな？だから、この廃屋で変えるので、洗面台行こうか。ここで、あれ？やんないな。あれ？てか、ここさ、やっぱりさ、見えない？あれ、手じゃないの、やっぱり。あれ、手じゃないか。違うね。布か。開けるもしないもんね、別にね。じゃあ、いっか。じゃあ、他の部屋も、一応、見ておくけども。特にはないか。雨ね。そうだ、俺この2周目さ、過激な方向でやっていくって言ってるけどもさ、結局、やったことがない方向ばっかり言ってるしさ、あ、なんだ。あ、服だ。ここでもらえるんだ。オッケー、着とこう。だしさ、こういうやったことがないルートに来たときに、自分がやりたい方を優先しちゃうから、結果的にそれが過激になるかどうかはわからないんだよね。今回2周目の選択が、全部が全部過激になるとはちょっと約束はできない。ってことはね、コメントで疑問に思ってる方もいたんで言っときます。ここだ。洗面台。ここで、取れんのかな？はい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 。そのコートでけえな。髪を切る。うん。で、色も変えれるんだよね。いや、個人的にやっぱりね、黒が一番似合ってると思うんだよね。カーラ。だけどやっぱり変えていきたいから、どうしようかな。白にしようかな。金はこれ。いや、これそんなにだなと思うんだよね。茶がさっきと同じね。うん。黒。うん。やっぱこれ一番好きなんだよね。だけど今回は変えます。白で。はい。あ、これはこれでね。アンドロイドっぽくていいんだよね。今バレないようにしてんのにね。これ取れちゃうんだね。はい。取った。よし。いや、今回のカラーはこういう感じで。よし、やってみましょう。あれ？開けれるようになった。これカーテンだよね、きっとね。開けれる！うわあ！嘘！待って、え？お、やっぱ指じゃん！やっぱ指じゃん！超指！てか誰？あなた、誰？怖っ！